はい、どうも、バタデン2100でございます。今回はですね、久しぶりにちょっと前のビデオカメラで撮ってるんですけど、こちらがね、今使っている、去年の8月に買ったやつかな。こちら使ってるんですけども、ここにね、マイクあるんですけど、外で撮った時とか結構風の音が入ったりとか、あと自分の家でね、開封動画撮る時とかも結構声が小さくね、聞こえたりするんで、今回はちょっと、まあ安いですけど、マイクを買ってみました。それが、はい、こちらです。パナソニックの、あ、ちょっと顔映るな。パナソニックの VWVMS10 ステレオマイクロフォンというものです。ちょっと反射する、すごい。で、こちらマイクですね。これ本体で。ちゃんとね、このモフモフ。これなんていうの？ウィンドジャマーっていうの。と、こちら袋もついて。で、こちら何だったかな？ 6500 円も多分してないかな。ちょっと忘れましたが、ヨドバシで買いました。ちょっとね、簡易的な包装ですけど。で、まあ、このマイクもそんなに多分高性能ではないと思うんですけど、まあ、ないよりはマシだし、あとこのモフモフがあることで、その、風が軽減されるんじゃないかなと思って、ちょっと買ってみました。なんかこの辺よく書いてあるんですけど、僕、あんまり詳しくないんで全然わかんないです。じゃあ、ちょっと開けてみますかね。よいしょ。よいしょ。あ、よ、あれ、取れへんな、全然。あ、取れました。あ、こんな風入ってんだ。よいしょ。はい、こちらが、カメラじゃねえわ、マイク本体ですね。はい、こんな感じになってます。まあ、重さはそんなに重くないですけど、まあ、ちょっと若干はやっぱ重りがありますね。いやー、いいね。こんなマイク初めて買ったけど。で、ここに、カメラのとこに挿すわけですね。で、このコードもカメラに挿すと使えるようです。簡単にできるのかな？僕もちょっと使ったことがないのでわかんないですけど。はい、こちらがモフモフですね。ウィンドジャマー。おお、触り心地いいね、これ。ここから入るんかな？こんな風に多分入るんかな？すげえ、モフモフだ。これ触ってみたかったんですよね、一回。すごい触り心地いいです。猫みたい。はい。こんな感じです。で、最後に収納袋。まあ、袋はそんな別に安っぽい。まあ、でも中はちょっとふわふわしてる感じのやつです。じゃあね、このマイクをね、このビデオカメラにちょっとつけてみたいと思います。で、マイクをつけるときは、このビデオカメラに付属しているこの金属の、よいしょ、こんな部品を、つけます。これはどこにつくのかな？多分ここで合ってるよね。多分ここに、あ、入りましたね。はい。プスッと入って、そこに、このマイクのこの下の部分を入れて、こうやって回したりするんだよね、多分。あ、回りましたね。こんな風に回って、多分固定されるのかな？あ、固定されましたね。はい、こんな感じ。まあ、とりあえず今、モフモフつけてないですけど、なんか変だな。で、このマイクの、このね、コードを刺すとこが、これ外側にないんですよ。なんで、いちいちこう閉めたり開けたりするときに、いちいちここに刺すのがちょっときつい。まあ、でもとりあえず、はい、こんな風に出ましたね。ちょっと画面は全然見えないですけど、まあ一応これでカメラ、マイクをつけた状態でちゃんとできるようになりました。ちょっと音質見てみようかな。はい、ということで今新しいカメラに変えたんですけど、あ、今はマイクはオフの状態。で、この状態だとやっぱこういうプラレールとかね、こういう音。多分今僕の声あんま聞こえてないんじゃないかと思うんですけど、こういう音にやっぱ弱い。多分今ね、僕の声ちょっと小さくなってると思うんですけど、これをこのマイクでね、やったらどうなるのかちょっとつなげてみたいと思います。はい、ということで今マイクを挿してみました。ちょっと今僕自分で喋ってるだけなんで、実際どうなってるのかちょっとわかんないですけど、どうなんだろう。ちょっとじゃあプラレールを鳴らしてみます。こんな感じ。大丈夫かな？ああ。
これで僕の声が小さくなってなければもう完璧で、多分僕今カメラの後ろからね喋ってるんで、多分こっち側から喋った方が本当は声は入ると思うんですけど、あと右と左で違ったりとかすると思うんですけど、ちょっと左から喋ってみます。はい、今こっち側からね喋ってます。多分こうするとイヤホンとかの人だったら左から音が結構入ってくると思います。はい、続いてこっち側から、さっきと同じで多分逆からね音がでかく聞こえると思います。はい、今正面にいます。こっち側にいます。まあちょっと距離が離れてるんですけど、多分こっちからの音が一番入りやすいんかなとは思いますね。僕ってこっち側から喋ることなんかまずないので、やっぱ後ろから聞こえたらどんな感じなのかが気になりますね。じゃあちょっと今自分で音をちょっと確かめてみたいと思います。あ、でそうだ、もう一個ちょっと確かめたいことがあるんですけど、この風の音が入った時、このモフモフがあるかないかでどうなるのかがちょっと気になりますね。ちょっと息吹きかけてみようか。じゃあまずはモフモフなしから。じゃあ次このモフモフありでやってみたいと思います。はい、今モフモフをつけてみました。じゃあこれで息を吹きかけてみたいと思います。今吹きかけたんですけどどうなったんですかね。じゃあちょっとさっきの音質比較もちょっと自分でね聞いてみてみたいと思います。はい、今さっき撮ったやつを実際に今聞いてみたんですけど、このプラレールのガタガタ音にも全然反応しなくてすごいいい。あと声がやっぱでかく感じるんで、僕そんなもともと声でかくないんで、やっぱこんぐらいの音量があった方があの BGM とかぶったりしなくていいんですよね。あとまああの風は、まあ、やっぱこのモフモフをつけても結局防ぎはできないですけど、まあ別にそんなもともと風の音をゼロにするもんじゃないんで全然いいと思いました。いや、いいね、このマイク結構安かったんですけど、やっぱあるとないとじゃ全然違う、ほんとすごい。もうなんか早速列車取りに行きたくなっちゃいますね。まあ僕も某 YouTuber みたいにまあ音質にこだわったりとか別に全然してないんですけど、やっぱこんぐらいでかい方がいいですね。あ、ただこんなちょっとねこんな風に横から喋ると音が偏ったりするんで、極力このマイクの後ろからちゃんと開封動画ね撮っていきたいと思います。いや本当にいい、これちょっと付け外しがめんどくさいですけど、まあ全然いいです。はい、ということで今回はこちらのパナソニック VWVMS10 ステレオマイクロフォンを紹介しました。それではさようなら。